ここがオープンする前だもんね、確かね、トイストーリーホテルがね。はい、見て暑い千葉の増長寺に向かわれたそうでございます。おはようございます。今日は月曜日です。日が照るともう汗が滴り落ちるぐらい暑いですね。今日も7月11日セブンイレブンの日、あとあれですね、オリエンタルランド創立記念日ですね。なんか息が続かない。いや、だんだん酷暑、また暑さもぶり返してきたようですが、今日まだ風があるから少しマシかな。日陰で風は結構涼しくて過ごしやすいです。さて、昨日の選挙ですが、やっぱり自民党圧勝でしたね。これからどうなるんでしょうか。昨日ちょっとね、音声の取り方を変えてみたんですけれども、レコーダーで撮ることは変わらないんですけれども、レコーダーのオンオフをせずにもう歩き出したら止まるまで、まあ、ある程度3、40分でしたけれども、もう入れっぱなしにしちゃって、で帰ってきてから映像と合わせるっていうのをやったんですけれども、ちょっとこれかなり専門的になりますが、ただやっぱり操作ミスがなくなるんですよね、ずっと録音したままにしとくとね。そのミスを防ぐという点ではいいんじゃないかなと思うんですが、その毎日の作業量が増えるっていうのを考えるとちょっとデメリットだし、はい、この天秤をどっちに傾けるかがこれからの課題になります。和子さん病院に置くでですね、今これから免疫治療の抗がん剤を午後からやるんですけれども、その間に僕はちょっと会社に顔を出してみようかなと思いまして、舞浜まで来ました。いや、久しぶりだな、何ヶ月ぶりだろうな。ここがオープンする前だもんね、確かね、トイストーリーホテルがね、なとこでございます。いやー、すごい逃げ水があるほどいいお天気でございます。時間かかってもいい時は信号止まらないんだよね。野球場、あ、そっか、高校野球だね。千葉県地区予選やってますね。ここはドッグランです。前に見たらね、浦安市以外の人はダメですよって出てたんで、残念ながら無理っぽいです。今はどうか知らないけどね、またコロナ流行りだしてきちゃったからね。それではちょっくら会社行ってみたいと思います。はい、会社行ってきましてね、同僚たちともいっぱい会いました。はい、リフレッシュできました。今日は僕がね、いつもコメントしてくれる浜ちゃんにも会えましたし、他いろんな方ともお会いすることができました。和子さんはもうそろそろ次のつかね、今日は免疫治療の抗がん剤なんですが、それが3時ぐらいからつったかな、始まるようでございます。ミミちゃんは
行ってね、向こうで待機しようと思います。暑いね。よいしょ、あれ、よいしょ。はい、見て、暑い。そうだ、じゃあ出発。今会社出ましてね、有明に着きました。これで和子さん終わるのちょっと待ちたいなと思います。さあ、お散歩行こっか。この辺ね、今安倍さんがご自宅出られて芝の増長寺に向かわれたそうでございます。はい、じゃあ行こっかね。暑いよ。あそこにミストが出てる、行ってみよう。もう涼しいかな。あんまり変わんないね。虹ヶ崎学園、虹ヶ崎学園ってのかな、どっちか分かんない。ラブライブ。暑い。トイレ行って飲み物買ってきました。みーちゃんどうしてるかな。こっち見て待ってました。はい、お待たせしました、ミミちゃん。はい、リカリカリカ。NPB 日本野球機構は明日から愛知で予定されている中日対ヤクルトの3連戦について実施する方針を示しました。はい、ちょっと待ってて、キャちゃん、ここでちょっと待ってて。はい、待っててね。はい、待ってたわ。はい、はい、お帰りなさいって。みーちゃん、みーちゃん、これのぐらい困るな。はい、じゃあ出発。窓どこだっけ。その辺にあるはず。うん、うん、いや違うよ、その上、うんうん、はい。もう5時半だもんね、うん、長かったね。先生がなんか今日の予約を入院にしちゃってたんだって。それで自動ができなかったらしいって、受付の。で、結局だから今日の支払い次でいいですって。なんかその直すのにすごい大変なんだって、時間かかるんでって。そうなの。で、次の時入院ですけど、あ、全然いいんです、それでって。うん、お待たせしてすみません。